えー、CB400SB ですね、スーパーボールドールでございます。はい、CB といえば、この滑らかなエンジン音、そして皆さんが教習所で散々聞いたと思われるこのアイドリングの、こよよよよってこの音ですね。 まあ電子モーターのような電動モーターのようなです、ねえー、吹き上がりのサウンドということで、えー、非常にその日本に CB ありと言われるような車種でございますけれども、はい、あの絶版になりましたので、えー、非常にあの価格が一時高騰して いたようだ、まあ、これからもちょっとずつ上がっていくと思うんですけれどもあの今のところ、そ,うだねえー、そこまで爆発的に1回上がってもう落ち着いて、えー、普通の金額になっているかなこ,こ,これ以上下がるということは多分ないと思います。はいで一時ね、その新車転バイヤーみたいなのが大変にあれをしてあれだったんですけども、えー、今はある程度は落ち着いているのかなと思います。今今年の今冬入りまして 相場が一旦下がってるんですけど、えっ、ー、とね来年どうなるかっていうとこの手のプレミアム系は値段はあんま変わらないかな。で供給台数はもうありませんのでどんどん台数減っていきますので状態がいいものは金額が高止まりだろうと思います。はい。でうちもね値下げをしました。はい。えー、なのでちょっとお求めやすくなっておりますのでよろしくご検討ください。はい。えー えっと一応ノーマルのカール全部揃ってます。えっ、ー、と周りをちょっとまあ一周取っていただいてもいいですか。はい、マイクは。えっ、ー、と大丈夫かい。抜けてないよね。はい、えっ、ー、とね、えー、パイロットロードいくつだこれは。えっ、ー、とですね、パイロットロード三ですね。 が測れております。はい。まあロード3ですけど、まあまだまだ使えるとは思います。はい。ね。えー、でね、まあ残念ながらちょっとね赤なので、えー、若干の色褪せが見て取れます。はい。まあ味わいということでいかがでしょうか。基本状態は良好です。 で走行距離はですね、なんと九千二百四十キロというですね、大変な低走行車です。九千二百四十キロですね。ドメーター見てください。はい。なので、えー、状態としては大変に良好ですので、もしよろしければ、分分いかがでしょう。ね、確かにその経年劣化的なところはあるんですけど、まあ二千十二年なんでそこは許していただければ。 ただ、まあ、車外純正部品、まだまだ出るバイクですので維持するのは楽かなと思います。はい、というわけで、えー、と年末なので、えー、まあそんなに、ねえー、あのざっくりおおおおお大幅に下げすることはできないんですけども、えー、ちょっと頑張ってますので、えー、お買い求めいただけると幸いでございます。ギリギリリ年内のお車いいけるかなはい、です、えー、どうぞ全国 どこでも納車してますのでよろしくお願いいたします